はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は強化されたバラキーちゃん、ダンゾーちゃん、金時について、まあ性能のお話とかしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、まずバラキーちゃんがスキル強化、そしてダンゾーと金時は宝具強化になっているという形です。で、まあバラキーちゃんは普通にいい強化なんだけど、なんかネタ強化っぽく見えるっていうのは多分僕だけだと思います。はい、では早速やっていきましょう。バラキーちゃんですね。バラキーちゃんなんですが、第2スキルが強化されました。もともとは自身の弱体を解除して HP 回復の仕切り直しだったんですが、それが味方単体の弱体を解除し HP を回復、クリティカル威力を1ターンアップし、味方単体の視点同時の攻撃力を3ターンアップ、味方フィールドに視点同時がいる場合自身の NP を増やすという形になっております。はい、でまあ後ろ側の視点同時ってワードがすごい気になるかなと思うんですが、まあそこが実質ネタ枠なのかガチなのかちょっと難しいやつですね。まあ普通に倍率としては普通に強いです。はい、ではまあ普通の方をまあお話ししていくんですが、まず自身の弱体じゃなくて味方単体の弱体解除してくれるようになったので普通に優秀になりました。強いです。で、クリティカル威力アップが追加されたんですが、このクリティカル威力アップ倍率がなんとスキルまで 100% となります。えぐいですねいや正直ここ単体だけでも相当えげつないぐらいに強い。まあ理由として普通にわかると思うんだけど、仕切り直し弱体を解除しつつバフってくれるっていう時点で相当ね優秀。まああのデバフとかいっぱい食らってる状態でそれ解除しつつクリティカルで殴ることができる、まあ視点同時にバラキーちゃんに使ってもいいし、それ以外だとクリティカルで、殴っていくキャラクターにも使っていいという形になるんで、そのこと考えた時にいや普通に優秀やん、これだけで優秀やんっていう形になります。はい、で、そこから味方単体の視点同時の攻撃力アップなんですが、あ、まあこの視点同時の攻撃力アップに関しては視点同時に、デバフがかかってた時にそれを解除してあげると視点同時の火力がアップいたします。はい、なので視点同時専用の攻撃力アップです。まあアサシンかキャスターどっちかに使ってあげれば OK って感じかな。でこれの倍率に関しては 30% の倍率なので、めちゃくちゃ強いというわけではないんですが、まあ視点ちゃんとバラキーちゃんを一緒に運用させようと思った際に普通に使えます。でそこから、視点がいる時に自身の NP を増やすなんですが、これに関しては 20% 固定となっております。なのでまあこのことを考えた時に高難易度で、まあ、視点とバラキーちゃん使って遊ぼうっていうんだったら使えるし、それ以外で言うと変則クエストですね。まあ最近わりかしその変則クエストで単体とか全体宝具がまんべんなく活躍するっていうことは多かったりするんで、まあワンチャン視点同時で 30% チャージしてバラキーちゃんで 20% アップ、あとはまあキャストリアとかの NP バフでってやった際にもしかしたら使えるかもしれないっていうこともあったりするんで、まあ普通にいいかな。まああとは普通に高難易度とかでバラキーちゃんと視点ちゃん使おうってなった時に、視点同時がいると、まあ、バラキーちゃんがさらに輝きやすくなるという形ですね。はい、まあ上側の味方単体の弱体解除と、クリティカル威力アップに関してはガチで、視点同時の攻撃力アップ、視点同時がいる間自身の NP アップに関してはおまけ枠のネタ枠と思ってもらえればいいかなと思います。まあ黒と同じような感じかな。イリアの強化成功率アップ、それに似たような感じがします。はい、では次、ダンゾーちゃん見ていきましょう。ダンゾーなんですが宝具が強化されました。敵全体に強力な魔晶特攻の攻撃、これが普通に強化されて、全体のバスター性能アップが追加されたという形になります。はい、でこれなんですがダンゾーちゃん全体アサシンということでもともと宝具の火力が低いと言われていました。それがまあ普通の火力になったっていうのが第1点だね。火力がやっと普通になったわ。まあアサシンの補正とかいろいろ入ってるせいで仕方がないんですが、あ、火力が普通に戻ってくれてありがとうっていうので、まあ普通に周回で使えるようになったっていう点。
で、もう一つは魔性特攻の倍率は変わっていないということで、まあ魔性相手に普通に火力が出るようになった。それ以外は普通に火力が、まあちょっと火力が物足りないかな、宝具1だったらっていう感じかなぐらいだと思います。なのでまあ普通に、あ、よかった、宝具強化してくれてありがとうって感じかな俺は。で、バスター性能、味方全体のバスター性能アップに関してなんですが、これはまあバスターチェインするキャラクターとかそこで使ってあげるといいかなと思います。まあ自分だった場合はお坂部姫、水着お坂部姫と運用方法としては一緒になるんじゃないかなとか思ってる。まあ例えばで言うと1ポチ減らしたいなって思った時に、まあ団蔵ちゃん使ってあげることで攻撃力アップを打たずにそのまま周回することができるとかね。まあ周回のちょっとなんだろう、時短をすることも、団蔵ちゃんがいることによって可能になったということもあるんで、まあそこでも結構使えるんじゃないかなと思います。わりかし宝具の強化で言うとこの強化は普通に嬉しいかな、うん、というのが自分の点。そして次、金時さんですね。金時に関してはやっと宝具強化されたかって感じだね。はい、まず敵単体に超強力な防御力無視の攻撃なんですが、まあこれが普通に倍率が上がりました。でスターンはそのままで、バスター攻撃耐性を2ターンダウンするが追加されたという形です。でこれ普通に強いというよりレイド戦での金時がすごい輝くようになったっていうのと、プラス変則クエストで使いやすくなったっていう2点があるね。なので相当この宝具強化に関しては触れ幅としてはいいんじゃないかなって思ってます。まあもともと金時は第2スキルで NP チャージを持っているんで、まあそのこと考えた時にやっぱ宝具が強いイコール周回で使える、レイド戦でも使えるという形になるんで、まあここに関しては普通に良かったんじゃないかなと思っています。まあただ強いて言うならね、バスター攻撃耐性ダウンしてから殴ってくれるとさらに火力が伸びやすかったから、まあそこが良かったなとか思っているんですが、まあそこは欲張りって感じかな。そして金時、まああの宝具の打った後、宝具打った後に攻撃耐性ダウンするんですが、まあこれに関してはまあバスターチェーン金時だった場合バスター3枚あるんで、そこをうまいこと使用してあげるといいんじゃないかなと思います。まあ例えばで言うとなんだろう、星出し霊装のやつでクリティカル確定にさせて宝具打って、まあ1回確定クリティカルすることで、まあ、火力が伸びやすいよみたいな、そういう運用方法もできたりするんで、もう結構いいんじゃないかなと思います。はい、以上が今回強化された3人って形ですね。で個人的になんだろう、画期的に変わるのって言ったらまあ金時かなって思います。一番ね、まあ理由としてはレイド戦でも使えるし変則クエストでも使えるっていうことにもあったりするんで、まあこの強化に関しては普通に良かった点なんじゃないかなと思います。であとはまあ団蔵ちゃんはトツカレスコとか、まああの宝具3連発の振りクエでバスターを主軸でやっていくよって方に関しては使えるかなと思います。まあただ基本アーツとかクイックでやっていくぜって方に関してはあまりって感じかな。まあもともとストーリー限定のキャラクターなんで持ってる方も少ないっていうのもあったりするんで、まあそこもちょっと注意点かな。でバラキーちゃんに関してはネタ枠な強化になっているかなと思いきや普通にいい強化もらっているので、うん、まあバラキーちゃんアタッカーにして使うっていうのが一番無難かなと個人的に思ってるんで、まあバラキーちゃん攻撃力アップ防御力アップあって、そこからさらにクリー力アップしてくれるってなった際にそこも使えるので、まあそれでいいんじゃないかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.